はい、どうも、ショウテビでーす。八王子レクサレティネガシラです。今日は撮影日ってことで、はい、グラウンド来たんですけど、はい、まさか両平が来てないっていう。やってますね。やってるよ、マジで。本当にいや、なんかさ、本当遅刻とかマジでやめてほしいのよ。時間守るの普通ですからね。遅刻とか忘れ物とかね、あの、本当に多いのよ。両平さんですか。本当に多いのよ。いや、両平さんそうよ。俺と絡む人みんななんかそうなんだよ。向こうさんとか向こうさんとか向こうさんとかめっちゃ言うじゃないですか。向こうさんもそうだからね、昔から。あ、そうなんですね。今度両平が今度は寝坊して遅刻して、はい、もう1時間ってる。1時間10時半集合。そうなんです。もう11時今半過ぎてます。1時間遅刻です。よくないですね、これ。何をしてるんだと。これはダメですよ。はい、いうことでちょっと緊急撮ってるんですけど、実はあそこ歩いてるんですよ今。多分歩いてて、多分近くになってから走ってくると思うんですよ、あいつ。そうっすね。あるあるでしょ、遅刻してさ、はい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 、ね、見えないとこは歩いてるけど見え出して走ってるみたいなのあるじゃん。ただ今多分両親さんから見たら、なんか撮ってんだなって撮ってんの、気づいてねえなと思って、多分まだ多分歩いてんのよね。そうですね、あそこにいますからね。だんだん来だしてから走ってくると思うよね。あ、来たよ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 。見てよ。ダッシュ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 。ちょっと遅いよ。おい、ちょっと遅いよ。何してんだよ。なんか走り方面白いじゃないか。はい、そのこっち、はい、そのこっちはい、おい、はい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 、遅っ遅っ。もう待ってっかね。待ってですか。もう待ってるよ。お前何やってんだよ。すいません、寝過ごしました。はぁ。え、何、駅出てますか。そう何やってんだよ。気づいてない、駅通り過ぎてる。やってんだよ。すいません、本当にすいません。遅刻とか多すぎね、ちょっと最近。そうっすね。仕事忙しいの。まあ、いや、繁忙期ではあるんで。繁忙期である？俺もだよ。A が社会人になったばっかじゃん。そうですね。社会人ってやっぱさ、遅刻とかダメじゃない。そうですね。ダメじゃないですか、はい、それ教える側だから、良平が。僕今出社の45分前行ってますからね、本社に。遅刻はまずいと思って。うん、本当よね。そうしなきゃまずい、本当に。なぜ遅れ。ガチないじゃないですか。仕事はちゃんと行ってるかもしれないけど、こういう撮影は適当でいいのかって話。いや、オンオフのオフじゃないですかね、これね。これも仕事だと思ってください。ガチ反省してんじゃん。本当にすごい。動画を見てる子でね、まあ子供とか、まあ学生とかいると思うんですよ。はい。まあ、女子野球とかやってる人もいますよ、見てますよ、はい、きっと。そういう人にね、遅刻してる姿さ、まあ、晒してますけど、ちょっと皆さんに遅刻しないようにさ、行った方がいいじゃないですか。はい。寝過ごさないように。寝過ごしない。遅刻、まあ、遅刻ですね。うん、遅刻したらどうなるかっていうあるじゃん。ああ、そうですね。まあ怒られるんでやめた方がいいです。今ね、説得力ないんだよな。説得力ないです、本当に。マジでやらかした、本当に。集合時間つかなかったの。いや、ちゃんと朝起きてたんですよ。はい。で、朝野球に行ってたんですよ。はい。朝始発で行って、はい、はい、帰り電車乗ってたんですよ。で、寝ないようにちょっと携帯見てたんですけど、いつもかこうなってたみたいで。眠い時電車座っちゃダメだなって思った。頼むよそれ。本当に。俺も LINE してトン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 多分してたと思うけど、トントンだ、スタンプとかですね。スタンプね。全然起きない、連絡ないからさ、もういいやと思って置いてきたんだけど。それでさっき来たんですか。そう。あ、そういうことなんですね。時間に遅れるわけいかないから。まあそうですね、グラウンド借りてますしね。マジでしくった。頼みますよ。はい。まあ、そういうね、遅刻ダメですよっていう話ですよ。はい。今回この動画でね、良平くんの遅刻をね、晒してますんで、これ。はい。これ、世に晒して。いや、もう全然晒してもらって、ね、いや、晒さないといけないことだと思います。そう。学生の皆さんもね、社会人の皆さんもね、こういうことないように。まあ、そうっすね。ガチないじゃないですか。ガチないしてる。ガチないじゃないですか。毎回始発で朝野球してんの。毎回遅刻するとき、朝野球してさ。いや、違いますね。起きてはいるんですけど、だいたいプロスピやって、間に合わなくなってるっていうのが多いっす。いや、どうすか。ちょっとプロスピのアカウント売りましょう。いや、きつい。それだけはやだ。ちょっと誰かにプロスピアカウント、プロスピの動画とプレゼント来てもらう。きつい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 。罰撮影みたいな。きついプロスピの笑顔に悪い影響がちょっと、ね、出ちゃうんで、この前ご飯行った時も遅れちゃってごめんなさいね。いや、そうなんですよ。実はちょっと前ご飯行った時にチャリコチェーン外れて、自転車のチェーンが外れたって直視してたんですよ。本当に全然進まなくなっちゃって。いいっすよって言ったんですけどね、まさかのちょっとここ1ヶ月で2回目ってことで、僕が知ってる中でちょっとね、気をつけた方がいいですよと。はい、本当にいうことで、本当にすいませんでした。はい、ということで、この動画見てる
人たち皆さん遅刻しないようにで、皆さんもね時間には十分余裕を持って、はい、本当に、はい、本当にゆとりある行動しましょう。本当に、はい、行動しましょうね。はい、というわけで遅刻はいけないなと思った方は、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。すいませんでした。良編へのねお叱りのコメントもね、お叱りのコメントもお待ちしてます。お願いします。はい、精神ともに受けますので、はい、はい、はい、失礼します。失礼します。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのがあのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したらそうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんのゲンダモデルも、まあ、8000人のやつなんですけどまだモンタナさんの方の登録も終わってはいないのでデサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、ゲンダグローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいてそうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないん で、ね、んで僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成でゲンダモデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ磨き抜いた綺麗だ